はい、皆さんおはようございます。今日もどんより曇り空でね、まあ昨日も結局降ったりやんだり降ったり降ったりでね、まあほんまいつまで降るねんいうね、もう大概にせえよいうこのおテントさんも、なんぼおテントさんじゃ言うてもちょっとほんまもうかかってこいやーいう感じですけどね。いやでもかかってこられたら困るんですけども、まあそんな感じで、まあ自然の天候なんでね、こればっかりはやりようがないっちゃやりようがないんですけども、まあそれにしても本当もう早くこの曇天から明けてね、スカッと晴れ晴れしく晴れてほしいもんですけども、はい、そんな中、昨日もまあちょっと昨日の動画で、ね、株式会社発見さんの取り組みをちょっとご紹介したんですけども、まあ、あの事業がね、乾燥加工事業、廃棄野菜の乾燥加工事業が、まあ、今後どのように大きく展開していくかをね、見守っていただいて、ぜひとも応援していただければ、ね、日本の農業の未来、明るい未来にね、つながっていくんじゃないかなと。そして、まあ、その結果ね、我々人類の、まあ、日本人というか、まあ、世界的人類の、食料のね、安全な食料の確保に、つながるんじゃないかろうかと、将来的には、はい、そんな風に思っておりますので、ぜひとも株式会社発見の活動にね、ご賛同いただければと。でまた詳しいことを決まり次第随時お伝えしていくのでね、よろしくお願いしますというところで、はい、そんな感じで、今日も一日、今日はまあ、とはいうものの毎日発見さんに出荷するのがあるわけでもなくてですね、まだまだそんな毎日どんどん出すというような規模にはなっておりませんので、今日はまあ収穫もなく、またぼちぼち草刈りですとか片付けですとか、まあ普段できないこと、ちょっとまあここ気になっとるんだけど、なかなかこう普段は忙しくてできないないうようなことをね、まあ今のうちにいろいろ片付けていって、もう体はしっかり休息が取れましたのでね、ぼちぼちギアをチェンジして、ね、突っ走りモードに徐々に突入していこうと思う、そんな今日は2021年の8月の今日は何日だ、今日は23日でございます。それでは今日も元気よくハッピーチゲ祭。隣の田んぼなんですが、ちょっとイノシシが入っとるみたいで、ここ下をように掘ってくぐるんですね。これ
番宣の師匠巧みに正しい番宣の締め方もう一回習い直さねえ。今日はようわからんやろ。多分これクソ結びだけど、まあまあ聞いとるな聞いとるけ、よしとしよう。はい、これでまあ簡単な補強はできましたけど、ほんまねこれもうちょっと深く入れとかね、ここ掘られたらまた同じことなんだけども、まあまあとりあえず応急処置ということで、これを掘って入っとったらまたちょっと下にね深く入れないとダメかもわかりません。はい、やっぱりねせっかく育てたもんがやられる姿というのはね心苦しいもんですから、はい、まあイノシシらもそれは生きていかないけんとは言えど、それはそれこれはこれでね、お前ら山で飯食うとけやいうことで、これは人間様が作ったもんなんで、お前らに食わすために作ったんじゃないぞということでね、はい、ということで応急処置終わりました。ここも入っとるじゃんか。これはまた入るで、これ穴ぐらいじゃ押してもここがあかんようにせなきゃいけないの。ちょっとやっとくか。はい、ザザッとやっときました。これもまあ応急処置です。あの下を掘っていかれたらすぐですからね。はい、はい、ということでですってね、ここは、先日昨日おとついか母ちゃんとあの株式会社発見さん用に出荷したハウスの次の収穫予定のハウスですが、まあ8月13日の豪雨で浸水、もうやっぱりその株が小さければ小さいほど泥のかぶり方も少ないようで、ここはこうパッと見ね割と綺麗なように見えるんですが、まあそうは言っても、外からこうガバッと張り直さねえ危険ですが、まあ、とりあえず応急処置ね、このダイヤテックスの補修テープ
ようつくんですよこれがね。またとりあえず縦でつないで、で横で。はい、お疲れ様です。ということでね、今日はちょっとまあ天気いいというほどではなかったですけども、割と気温も上がってね、まあどんより曇り空の方が多かったのは多かったですけども、はい、そんな感じで、そうですね、今日もこれといったあれはないんですけども、まあちょっとずつ、まあ今日もね結局ちょっとずつの片付けで一日があっという間に終わりましたけども、そんな中ね今日もあの僕の尾道の旧友がですね、僕が大好きな尾道にね肉五郎というテイクアウト専門の焼き鳥屋があるんですよ。天満町、尾道市天満町というところですけども、肉五郎というね僕大好きな焼き鳥屋があるんですけど、もうそれはねもう何年食べてないかな、もう何年も食べてないんですけど、そこの焼き鳥マジで美味しいですよ。冷えても美味しい、ほんまに。その肉五郎の焼き鳥をね、尾道のまあ旧友と言いますか、僕はいつも散髪ね、尾道まで散髪しに行くんですけども、そこの年は僕より2つ上なんですけどもね、その肉五郎の焼き鳥の詰め合わせをですね持ってきてくれて、長靴履いてね、なんか手伝うことがあればということで急遽、寄ってくれたんですけども、まあ補助の方はね、今ちょっとやりようがないので、もう気持ちだけでありがたいですということで、その気持ちと肉五郎の焼き鳥といただいて、まあちょっとお話しして、尾道まで帰っていきましたけども、そういったあんまこう日々ねいろんなとこからこう応援の気持ちが届くのでね、いや本当もう日々励まされとるとしか言いようがないです。ほんま感謝、感謝の感謝の感謝に包まれて、いうことで日々送っておりますのでね、明日からもまた頑張って、今日はその美味しい肉五郎の焼き鳥で美味しい一杯がいけるんじゃないかと思いますので、今日はこの辺で終わりにしておきたいと思います。それでは皆さん、また明日、ハッピーチゲサイ、肉五郎うまいんじゃけ。